ここは人生を変えたい男女が集うシェアハウス。最後の希望50万円。今日はみんなで大勝負に出ましょう。今日はみんなで大勝負に出ましょう。ウィン5に、うん、ぶっ込みますか。ずっと考えて、ね、当たる可能性だいぶあるな。すいません、お待たせしました。おはようございます。おはようございます。気合入りまくりです。ギンギンだよ。ウィン5 2万通り買ってみよう。もう揺るぎない。揺るぎないですね。もうめちゃめちゃ楽しみです。みんなのお金を合わせるので力合わせて運気5倍ですからね。うん、6倍か。6倍ですね。うん、今残高でいくらあるんですか。で残高が、267万8600円。そんなあるんですか。俺もウィンファイブ正直、まあ、めちゃくちゃ分かるってわけでもないし、俺がなできることはもう人を呼ぶ。まあいろんな、ね、競馬予想士いる中の新宿総会の最強助っ人呼びましたんで、ちょっと呼んじゃいます。麦に。いや、楽しみ、楽しみだね。あ、もう入れるんですか。あ、もういいんや。もう外で待機してくれてます。あ、お待たせしました。あ、すげえ、こういうとこないの。どうも、おかげさまです。え、吹きだけですね。もう、あ、おはようございます。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 すげえ、めっちゃ生活してる。助け舟です。すげえ。え、なんかあれですかね、今日なんか勝負するって言って聞いてきたんですけど。大勝負です。大勝負でございます。大勝負です。人生をかけた。260万ウィン5に使えると。確かにウィン5ってその配当が億とかなるってことあるんで、ほんと一発逆転はあると思うんですけど、やっぱ硬い時もあるんで、それ用になんかこうちょっと別で勝負してもいいのかなとは思うんですね。なんか分かりやすくて200万ウィン、うん、60何万さつきちゃんでっていうイメージ。まずなんか買いたいのをバーってやって、まあ点数がどうなるかっていうのを見てもいいかなって感じですね。そうですね、まだ予想できますからね。それで全然余裕かもしれないし、足りないかもしれないけど、順番としてはまず馬を選んでいこうと。そうね、まずウィンファイブで1レース目の阪神の1600ですね。スポークステックスですね。ここはまあ、ワンターンって言って、まあ、こうやってここがゴールなんですけど、今の阪神って結構その、まあ、馬場の内側のね、なんかこの辺を通る馬が、まあ、結構恵まれているというか、全体的に。なるほど。まあ、日曜日になってくると、まあ、ちょっとそこまでそんな絶対内っていう感じでもないんですけど、ちょっと内枠にいる馬の、まあ、内目の前目の馬は警戒してた方がいいのかなっていう。あとやっぱりとは言ってもこの直線部分が結構長いんで、速い上がりを使える馬がよく走るコースがこの阪神の 1600m っていう。速い上がりです。速い上がりっていうのは最後のスパートが速いやつ、足が速い。なるほど。あとこのレースハンデ戦でもあるんで、基本的にここ男馬のボバが55キロで牝馬が53キロっていうのが基準になってるんですよね。牝馬なのに52とか、うん、ボバなのに54とか、天井が恵まれてるやつを狙うのも、まあ、ハンデ戦ならでは面白い狙い方かなと思います。阪神の10レースで言えば7番が一番軽いので。そう、3番どう思いますか。3番の姫の狩り。全然入れたい。全然入れたい。いいですか。いい、私ちょっと全然入れたい。俺8。いい、10人気、トーヤリッドセイト。じゃあ、Mさん、ここは1頭選ぶとしたら。6番。まあ、1入れてていいのかなっていう。私、12も気になるんです。はい、入れましょう。はい、12。なんで?え、絶対入れた方がいい。なんで ?1 レース目やから。そう、これで負けたら、ここはもう俺、絶対取りたい。僕は4番。4番。はい。うんうんうん。これで今7頭っすね。4と、うん、舞ちゃんあと里のラムセス9番、ね、絶対入れた方がいい。これも僕は絶対入れた方がいい。もう絶対もう入れときましょう。もう怖いから入れた方がいい。怖い。今ジェイスペアもう分かんない。これ難しい、うん、本当に名前出てた方と多分2番入れた方がいい。あ、2番ももう買う。マリアメって待って、全然多いな。
これじゃこれでいい。じゃあ一旦じゃあこれで中山十。中山十です。はい、これは、まあ、中山の、まあ、ダート 1200m のオープンなんですけど、短距離って言われるバレースです、うん、で、まあ、このコースの特徴として主に走るとかダートなんですけど、スタートしてちょっとここら辺の間が芝、うんうんうん、で芝部分を走って勢いに乗せて、まあ、ゴールしていくっていうコースです、うんうん。じゃあまあ僕いいっすか。早いな、はい、うちも踏まえられてるかどうかわかんないけど、13番アポロビビ。はい、アポロビビ入りました。僕1と10、まあ、やっぱ僕はもう函館武将です、本当に。5番。5番、俺もここ決まってる。8番。8番レシプロケイト。僕も8番ですね。お、あ、よかった。6と選んでおります。でパッと出して、で、よしお、うちもよしお、もう全然行こうよ。確かに、まあ、最後絞れます、絞れるんで。そう、最後、そう、福島の芝 2000m ということで、福島って今週から開催が始まったんですよ。で、その芝って、ずっと休ませてると、まあ、当然全体的に走りやすい場所になってるんで、っていうんで、まあ、初日はすごくうちが、うちの昨日の土曜日の段階ではうちの良さが目立ったんですよね、福島。もう本当にこの辺を通れる馬、だからさっきの言った内枠だったりとか、まあ、先行馬だったりっていうのを、まあ、中心的に狙えば結構狙いが立てやすかったり、うん、で今日の時点でも、まあ、内はまだ残ってるんだけど難しくて、福島ってその、まあ、すぐ内が悪くなるんですよね、他の競馬場と比べて、うん、すぐ悪くなるから内だけ勝ってればいいだろうっていうことでもないみたいな、もう突然外になっても驚けないみたいな、そこがあってすごい難しい。予想を言うていきましょう。私は2番なんですけど、シュバリエ、シュバリエ、シュバリエ、僕も2番でした。エロい名前してるな、これ。僕が2番。同じ、あと僕12番です。あ、ボブちゃん、ワールドリバー、ワールドリバー、うん、これは10番ダブルシャープ、10番ダブルシャープ、うん、これは入れときたかった。そう、私もダブルシャープです。谷達が13番。はいはいはい、これもやっぱり、はい、僕ちなみに僕もウィニークシードにしてますね、今入ってないのが9と15、人気どこで入ってないのが9、15。でもまあ一旦ここはこれでいいんじゃない、ね、アンタレスステークス G3、 はい、阪神のダート 1800m で、まあ、ダートなんですけど、特徴としてはここに上り坂が、まあ、結構、まあ、パワーもいるというか、いうような構成になってます。まあ、基本的には力通りというか、まあ、力ある馬をまあしっかり選びたい。ダートの方がやっぱりその G1 とかにいる馬って何年も活躍するように、なかなか若造に負けないんですよ、ダートって。うん、上がやたら強いみたいな。私、あ、いいですか。8番。8番、ありがとうございます。まあ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 、ここはね、私も、パフューム頭で考えております。G1 馬ですから、うん、まあ、正直外せないとこだと思います。そうね、オメガバフィームは G1 勝ってるんで年末に、うん、なんで59キロで一番筋量重いんですけど、うん、結構強い馬が強いってさっき言ったと思うんですけど、その59キロでもやっぱり自力の差が結構大きいんで、うん、まあ、そこまで気にしなくてもいいのかな。もちろんマイナスではあるけど全然頭あると思います、ね、そんな中たっちゃんは。あ、俺ね13番。13番。はい、私も13番。グロリアムーン。グロリアムーンティ。ボブ？ボブタツ？ボブ？僕も13ですね。ボブタツが。僕13、12、4で選んでました。僕12と4で。若いのと10歳。めちゃめちゃいいと思う。これでみんなの出してるのはいい。そうですね。何でしたっけ？あ、そう。ウエスタルンド。あ、ウエスタルンド。あ、ウエスタルンド。おー、絞れてる、すごい。中山重視です。皐月賞 G1、 中山の芝 2000m で、何よりこのレースっていうのは3歳だけ、3歳の限定戦なんですよね。これが今までやってきたレースと違うというか、やっぱり3歳ってまだ子供がちょっとお兄ちゃんになったぐらいの年なんで、あんまり今までのデータみたいな感じでこの馬どこが得意だとかっていうのも定かじゃない中でやこう予想していくっていう、土曜日段階からちょっと馬場の外目の伸びが実際目立ってたんですよ。外目が伸びるというか、内がもうここが伸びなくて、こういう進路取りの馬の方がスムーズに伸びてるっていう
レースがよく目立ってたんですね。やっぱり外が現状いいっていう、外目の馬とかを、まあ、狙ったりとか、あとは真ん中ぐらいの馬だったりとかっていうのを注目していくといいのかなと思います。僕はね、もうイクイノックスにしようと思ってます。12番のドーデュースを指導で、やはり散々考察聞いて本当に、はい、あれなんだっけ、私は4番がキラービリティ。いやでも全然全然ある。もう外って、もう聞いてるのに。僕1と2をダノンベ、あ、すみません、ダノンベルーガとアスクビクターも示します。僕も馬券めちゃくちゃ勝負しようと思ってて、僕ジオグリフなんですね、本命は。ジオグリフってやっぱ前走は1頭だけ57キロっていう筋量を背負ってて、すごいやっぱり2歳まだ若い馬に筋量57って結構重いんですけど、そういうレースを経験して、でこの一番今出てるダノンベルーガに負けたんですけど、しっかり食い下がって強い狙いだったっていうところで、今回は同じ筋量設定になって、かつ、まあ、前走よりも、ね、体調も良さそう でこの馬新馬の時の上がりがもう歴代の馬よりもなんていうかな、過去最速なんですよ。めちゃめちゃ速いですよ。だから素質はやっぱすごいいいものがあって、ちょっと結構自信が、まあ、あって、まあ結果どうなるか分かんないですけど、まあ僕はそれ一応本命ということで、まあ全部書いた、9、6、4、5、8とです。それで何通り？これで8640。全然買えるじゃん。すげえ。これ嬉しい。これで俺3万とかやった。3万だったらしい。だから、皐月賞を増やすしたりとか、まあまあその4頭のとこがあるんで、そこを厚めにするか。どうしましょう、じゃあ。どこか考え直します。いや、これは最初の3レース増やした方がいいと思う。3レース4頭しか選んでないんでね。民放杯？多分。民放杯1番、プラシャスブルー。入れましょう。これで1万800通りです。まだいける、まだいける。それで言うと僕はアンティシペイトとレッドライデンは個人的に買おうかなと思います。中山ちょっと入れたいのあるんでいいですか。はいはいはい。中山10の12番のどこ湘南アニメ。湘南アニメ、湘南アニメ。これで今ちょうど、19600通りです。もうやべやべ、もう来た来たです、うん、残りの60万、うん、皐月賞にぶっ込みますか。3連単で、うん、いやね、ボックス60通り、うん、1通り1万円で、うん、決まりました。一押し、おのおのの一押し、うん、じゃあ私からいいですか。はい、じゃあ行きましょう。現状一番人気ですね、はい、12番ドゥデュース。12番ドゥデュース。じゃあ僕行っていいですか。はいはい。僕は9番の佐藤のヘビオス。佐藤のヘビオス。9番佐藤のヘビオス。私はイクイノックス。イクイノックス。18番。もう結局ルメールは入れとかなあかんのよ。4番キラーアビリティ。うわー、いやもうこれも渋い。外す、まあ、ジオちゃんかアスクちゃんですよね。5番人気、6番人気です。何と何で迷っとるって言った。アスクビクターモアかジオグリフですね。なんか、あ、その前に M さんの推しは、推しは、そうですね、僕はもうジオグリフは本命なんで絶対に入れたいんですけど、14番ジオグリフでいきます。え、アスクビクターモアいらんの。ウィンファイブの方で入れたんで、もうどっちか選ばなあかんやったらジオグリフ選びますわ。じゃあそうしましょう、うん。じゃあ皐月賞はまとめると4 4 9 12 14 18。これでボックスで60万円。60万でしょ。でウィンファイブで196万円、254万円、残り4万円。手も負けてもご飯いけるように4万円残しておきましょう。残しましょう。いいか、最後ね、最後ね、まえちゃん、これ、うん、はぁ、あ、キャムラさんっす、勝ちを信じましょう。はい、震えるAAO でいきますか。いや、何したの。はい、AAO。 よし、よっしゃ。ルール説明。それぞれに与えられる軍資金は50万円。
軍資金の使い道は公営ギャンブルに限る。全員の資金合計が1000万円に到達した時点で企画終了。持ち金を失った人は即退場となります。勝利の女神は微笑むのか。ゲームラジハウス、みんな願い込めて最後に。あのまあ大丈夫、これが1000万以上になってくれたら絶対なる。60万カード入れます。投票カードを入れるか生産コスト、投票権をお受け取りください。あ、びっくりした。分かれて出てきたけど、ああ、そうびっくりした。マジでいいか、俺もこんなん変わらないから分かんないや。もう泣く。これは全部そう、42何ボーバーと、42、13、8、うん、お姉さんだね。タブロしてみる。デイブ賞来週です。で、何やったっけ。で、あの3、8、1、7、6、12。逆に何が来たらあかん。もう1、2、3、4、6、7、8、9、12です。後編やつを教えてください。13が来たらやばい。11も買ってんやっけ。11、13が来たらやばい。出た。5、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 
待って、13がちょっと、ねね、6何？6は分かってます。入ってる。1、1、名形だよ。名形ハリア来てる。おう、名形ハリア来てる。これめっちゃ熱いよ。13いらんぞ。13いらんぞ。名形ハリア、遅くなよ、遅くなよ。13いらんぞ。え、ちょっと待って。ちょっと待って。違う。2が刺すんじゃん。2が刺すんじゃん。2が刺した。危ねえ、危ねえ。2が刺したね、今。前出てた方と多分2番入れた方がいい。あ、そうだね。カウマリアメって2が入った、2が入った、あっ、ほんとマジで危ない。2、13、11とかマジで危ないよ。で、行こう、行こう、これマジで危ない。マジで危ない。14番、ね、何が来たら喜んでいいの。とりあえず1、5、7、8、13、15パチさん、落としました。まずサイコロの猛ダッシュを見せます。千葉の上先行争い。押して12番湘南アニメ。うちは1番ロイヤルパールスキロマン。マジタロ。マジタロ。マジタロ。1号、どっちか、そのまま。パス。やめて、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 やめて。だいぶ絶好やぞ。やめて、やめて、やめて。パス。ここ決まってる。8番。8番。レシプロケイト。レシプロケイト。あ、高い。これマジでいいよ。高い。レシマジでよやった。いや、ここ嬉しい。あ、嬉しい。これ嬉しい。ここで川田か。いや、マジ終わった。マジ終わったと思う。ほんまに、あ、終わりやって思った。危な、ほんま。こんなおもろんや。200万もかけてたら。世界一タバコがうまい。世界一タバコうまい今、うん、当たってないのに。これ当たっても外れても、はい、人生の中で一生忘れることない日になる。今日は絶対にえぐい。うん、普通に来ますし、普通に、うん、はいはい、オッケーオッケーっていう感じ、うん、スタートしました。揃ったスタートを切っています、ね、まずは横に広がってスタンド前に出ていきますが、何がいくか。押して押して、8番ウィン・アグライア、そして14番ウィン・マイティ、さらには4番デネラーレウーノ、外は15番レッドライデン。そのままそのまま、あれ、こ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 れは大丈夫、これは大丈夫、これはいった。オッケーオッケー、これはいった、よしよし、ナイスナイス、それで言うと僕は、
ンティシペイト。これ最高。これ最高。高っ。あるあるある。何番人気これ。高っ。いや6番人気。これは全然。これ全然ある。最後。これマジであるやん。マジであるやん。取り払すこれ。やばい。でも高いいいところ。いやこれいいところ。一番いいところ。かなりいいところ。こんないい演奏やった。後藤やろ。そう後藤。いや、あるぜ。頑張れ、マジで。4、8、12、13、16スタートしました、うん、普通に出たし、4番アナザークルース、2番ライトボーリア、白い帽子2と好ラッシュを決めています。外からは12番バーレンマイラー、間からは5番のキーマンパークルを促して前の手にも13かっていう。なんか早い気はする。早そうですね、これね。オレンジ、このオレンジリー OK、 13よ、13結構絶好やな、13絶好だよ、絶好13絶好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 。オメガパイフィルでもいいよ、オメガ13、そのままもっと叩けよし、OK、ここね、ここすごい面白いです、これ。よっしゃ、これはでかい、よっしゃー、ここだな、オメガバフューム、オメガバフューム、こことでかい、これはでかい、これはでかい、しかも超でかい、一番に全部飛んでったちょっと待って、これもこれ上がってきた、よっしゃ、これはマジで当たる、これはやばい、めっちゃ面白くなってきた、これはマジで当たる、マジで染みる。はい、手札起床ゲートインが終わります。絶対当たるよ、絶対当たるよ、絶対当たる、お願いします。青い帽子2頭ボーンディスウェイ、ダンデスリュー、そして外からは13番ビーアストニッシロ、16番デシエルとの出方はどうか、最内丸番のアスクビクターモア、それよりも大ここでアスクビクターモア来たら熱いな、ほんまデシエルとお声前に行きました。14番ジオグリフ、そして1番ナノンベルーマが後位グループに飛びついて直後が来る、いいとこいいとこいい場所にいる。1コーナーカーブで逃げるのは2番アスクビクターモア、アスクビクターモア、ここでボブの言ったアスクビクターモア来たら激アツだよ、激アツや、ほんまにバスクビクターモア来たらマジで3連単、あのボックスを選んでないです。いやもうウィンファイブでこいつが来たらマジでつく、激アツ、めちゃくちゃつく。ナノンベルーマ、ここは先頭まで6シマシンです。マジでお願いします。デシエルとアーマー、デシエルとアーマー、中段のインコースが3番、選んでんねんから絶対こんない、絶対こんない、絶対こんない、おにゃんこぽんでもいいよ、おにゃんこぽん流れてる、マジでしょ、一回落ち着こう、やば、無理や、お疲れ、外は10番ジャスティンパレス、後方2投目、10番ドーミュース、先頭まで15マシン、最後方17番の1投目を、2番アスクリプターの先頭1マシン、2番手順強いね、強いね、強いね、あのピンクは誰、うわー、どうなるどうなるどうなる、回るよ、頼むよ、そのまま行ってくれ、そのまま行こう、落ち着いて落ち着いて、ルメールルメール頼む、マジでルメール頼む、マジでルメール頼む、マジでルメール頼む、うん、いい、抜けろ、駆け抜けろ、そのままいいぞ、上がってきてる、何が来てる、何が来てる、行くよ、ジオグリフ、ジオグリフ、ジオグリフ、僕はもうジョーグリフは本命なんで絶対に入れたいんですけど、ああちょっと待ってます、しかも待って、ジオグリフやん、ジオグリフ、何ジオグリフ、いやいやちょっと待って、3着なんだ、3着なんだ、いややっぱ心臓やばい、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 痛い痛い、待って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 、12来てんじゃん、これ12来てる、12も来い、12も来い、ね、来てるんじゃない、ドーデュース、マジで来い、マジで来い、来てる、マジで残れ、来てる、頼む、マジで残れ、お願いします、マジで残れ、マジで残れ、よっしゃ、来てる、来てる、よっしゃ、マジで、やったぞ、これ、これ、マジか、
ちょっと一旦冷静に膝割れてる、膝割れてる、イメニキやばいって。これはマジでやる、これやばい、これやばい、いや嬉しい、これはマジでやった、やばい、おっとやばい、ロードバーク行く、バーク行く、今やった、待ってこれやばいね。じゃあハイタッチしよう、さすがにな、ハイタッチ一言熱い、ちょっと待って、こんなんある、ちょっとこれをかくないくらなんかが知りたい、いや、これね、ちょっとまだ出てない、まだ出てない、まだ出てない、これはいい、これが328万、とりあえず、とりあえず、とりあえず3連単ね、3連単は328万、3連単でそれやもんね、一旦328万、そうで、今までで低く、これが14番、18番、この後多分 V5 の結果が出る、よっしゃ、オッケーオッケー、もうこれ映してていいんじゃないですか、もう V5 きたよー、おー、いや、これは高いね、いやいや、高いよ、高い高い、十分十分、いや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 、待って、中されたかと、おめでとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、結構あるんだ、やばい、結構みんな買ってんな、買ってるんだよな、うわー、ありがとう、もっと行くと思った、もっと行ったと思ったな、辛いな、かわいい、辛いな、かわいいな、マイネルコロンブス後方からまず1周目のサブコーナー、先行争い押して12番ブレークアップ出を伺います、11番エターナルビテスが並んでいきます、2頭の逃げ争いとなるか、3、4コーナー中間後続を離します、4馬身5馬身と相手、1番パラダイスリープが3番手、8番コーストラインが4番手、4コーナー、第1話の2倍になって帰ってきた、あーめちゃくちゃいい匂いする、結局いくらだ、260万ぐらい投資かな、256万投資か、200、そうですね、合計して300?667、まあ仮ですけど、大雑把に600、大雑把に650万、うわっ、2倍になったの、うん、2倍だ、300万だったもんね最初、これそうそうそう、ガチガチ、これはすごいなぁ、ちょっと思いっきり芝居で乗るじゃん、100万円で、あー嬉しい、いいよね、結構痛かったけどマジで嬉しい気持ちいい、気持ちいい、目覚めるよねこれはね、 M さんの、いやでも M さんのおかげなんよ、ジオグリフ、ジオグリフほんまにほんまに、ジオグリフ信じてよかった、本当にありがとうございます、でも本当決断したのはね、あの皆さんなんで、まあ僕はねそのアドバイスしただけで、こちら本当おめでとうございます、ありがとうございます、聞いてくれてありがたすぎる、ハッピーエンドすぎる、そしてあの僕ね、なんかちょっともう今新幹線がもう出ちゃうんで、また帰らなきゃいけないです、またいや、マジマジ、もっともっと、心配ひどすぎない、さっそうと沿っていきます、一番かっこいい、ありがとうございました、レッツゴー、ありがとうございます、ありがとうございました、ありがとうございました、エンジン大丈夫ですか、わかります、あ、わかる、あ、わかります、おはようございます、レッツゴーそりゃ大変やだよ、集まった時がさ、寒かったのにさ、うち寒かった、桜も咲いてさ、桜も咲いて散って激アツの日でした、今日はなんかその、何よりも最初は、最初の頃もまあそうだって、やっぱりこう、ボックス買いだったりとか、いろいろずっとつながってるメッセージがあって紆余曲折ありながらも、なんかいろんなことがあったし、めっちゃドラマはあったっす、本当にボブのボックスがねなかったら多分最後もボックスで買おうって絶対なってないし、本当それは本当さっきとあちゃんが言ってた繋がってるわ、めちゃめちゃあると思う、ウィン5を当てて万馬券に万馬にしてなんかもうやること大体やったっすよ、もうそうそうそう、やることをこれで500万っていうのはちょっと納得いかへんけど、うん、でもまあまあ本当大勝利です、大勝利だと、うん、でまあただねやっぱその前も言ったようにまあ今日で、まあ、1000万は届かずだったんですけど、うん、まあね、まあ、ギャンブル自体は、おしまい、ギャンブラーズハウスは解散になります、うん、あ悲しい感じで言うやん、退去、まあ、1週間目安で、うんうんうん、徐々に徐々に準備してってもらって、うんうん、
じゃあ別れか。ね、ここ1週間でギャンブラーズハウスここに来るっていうことはもう、もうおしまいになっちゃうけど、うん、まあその打ち上げというかね、一緒に遊んで、こんだけ頑張ったし、最後、うん、パートを出しましょうや。川口行きますか。川口なんで音がいいやねん。俺と付き合ってほしい、本気で。